飛ぶサーカスは終わりよ、てんてん。おーい、パーティーを邪魔しに来てるんだけど。ハロー、てんてん。諸君、僕たちの唯一無二の本物の愛はここにある。理想の彼氏になってあの子をメロメロにしよう。は？敬礼。私たちなんで敬礼してるんだっけ。君のそのエキゾチックな美しさに敬意を表するのさ。そのツヤツヤした髪、美しい瞳、さらにそのセクシーな唇、僕たちは息をすることを忘れてしまいそうだ。息もできない。はあ、メイをそんなに簡単に落とせると思ってるわけ。チープな甘い言葉になびくようなタイプじゃないぜ。言ってやれよメイ。メイ、なーに、嫉妬してんの。メイ、私の唇がセクシーだってお前らのせいだぞ、テンテン。部外者は黙って、我々が現れたからにはセクシーな使命を果たすのみ。あなたはサーマルゴーグルを装着した方がいいですよ。なぜなら僕たちはアフリカのサーモン。あれはなんだ。侵入者。どこに。ああ。俺の軍隊を傷つけることは断じて許さぬ。テンテンは決して降伏しない。配備、オペレーションバリオン。ベイビー、しびれるぜ。ビビー。何をしても無駄だわ。倒すよりもイケメンロボたちにもてなしてもらって、一緒にリムジンに乗り込んで着地パーティーを開く。はい、工場行ってぶっ倒すか。それでいい。私の番、ババーン。目標を狙い。はい、どうぞ。目標を狙い。これでも。やったぜ、俺たちうまくやってないな、まだ。リズムの旗がなびく限り俺は戦い続ける。オペレーションアウト。エネリスあるよ、エネリス。
敵ながらあっぱれ。俺の乾杯だ。さあとどめを刺すといい。そのためにここにいるんじゃない。君たちがユイユのピアノを壊したと聞いたぞ。俺の工場も壊しに来たんだろう。もう抵抗はしないからやれよ。何の話をしてるの。そんなつもりじゃ。いいさ、たとえ俺の軍隊を壊そうとも俺の魂を壊すことは決してできない。そもそも彼はどうやって咳をしているんだい。俺はサイボーグだよ。この咳、そして口からこぼれるこの血、すべて口、すべて NSR のためにある。はーい、わかったわかった。もう家に帰るね。家、懐かしの我がふるさと。子供たちが目を輝かせながら路上で無邪気に走り回る日を夢見たあの頃、俺は心に誓った。大切な人々に平和を取り戻すこと、そしてその日が来るまで粉骨砕身の思いでこの町に奉仕することを誓った。それが俺の使命だと思っていた。俺は魂がある最強の兵士のはずなのに。ああ、俺はどうなった。かなり変わってしまったな。今まで NSR の名のもとにどれだけひどいことをしてきたことか。俺が、ちょっと君たち二人に話してるんだけど、どこに行くんだ。自分のしていることは正しいと思っているのか。何のために戦うんだ。一体何が欲しいんだ。じゃあテンテンのサイン入りポスターが欲しい。ただの冗談よ。待って、まだ68年のアズカー派閥へ派遣された時の話がまだ進んでない。それはケワンさんの尾根を通る厳しい旅だった。どれだけ強い兵士でもあの寒さで皆精神がすぐやられていた。俺はコンパスとパラシュートだけを背負い山の中を歩き続けたって。ちょっと聞いて。